こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。今日はウールロールを作っていきます。今流行ってるみたいですね。このね、毛糸のようなパンを作っていきましょう。では始めます。まず計量です。イーグル 130g、 強力粉ですね。インスタントドライイースト 3g、 お塩 2g、 お砂糖 10g です。上白糖、きび糖、グラニュー糖、どれでもいいです。スキムミルク 6g 入れたら、スケッパーの丸い方を使ってね、よく混ぜていきます。お水 70g、 卵よく溶いたものですね、こちらを 15g、 さらによく混ぜていきます。粉気がね、なくなるまでしっかり混ぜていきましょう。粉気がなくなったらテーブルに出していきます。ボウルに残っている粉類もしっかり取っていきましょう。はい、じゃあこの後ね、さらに混ぜていきます。手のひらを使って押して戻す、押して戻すでよく混ぜていきましょう。で、生地がね、一塊になって手と一緒に戻ってくるようになりましたら転がしていきます。同じ動作ね、ずっと見ててもつまらないと思いますので、早くしていきますよ。すんごい速さですよね。自分でも笑っちゃいます。でもね、同じ位置に手がありますよね。すごい不思議。はい、一度グルテのチェック。うわー、テーブル揺れてますね。こんなの初めて見ましたよ。はい、じゃあね、一度グルテンのチェックをしていきます。生地引っ張ってみます。あ、ちょっとまだね、切れるのでもう少しこねていきます。はい、これが通常の速さです。さあ、どうかな。もう一回チェックします。しっかり伸びますね。はい、値上がりです。じゃあね、バター入れていきます。バター 10g を細かくしてもらったら、生地に包んで、さらに押して戻す、押して戻すで混ぜていきます。バターが混ざったら終了です。はい、そろそろ終わりですね。じゃあ打ち粉します。打ち粉はね、純強力粉を使っています。で、生地を丸めてあげましょう。はい、この後ですね、一次発酵に入ります。発酵機がある人は30度で40分、室温で発酵させる人はね、1.8 倍ぐらいになるまでしっかり発酵させてください。はい、一次発酵完了しました。大きくなりましたよね。じゃあフィンガーテストをしていきましょう。人差し指の第二関節ぐらいまでお粉をたっぷりつけて穴を開けていきます。穴の大きさが変わらなければ OK です。じゃあね、テーブルに打ち粉をして生地を出していきましょう。分割していきます。3分割です。1個ね、だいたい 80g になるように分割をしてください。1本のね、棒状にしてあげるとね、カットしやすいですよ。はい、そしたらですね、俵型にしていきます。手前からくるくる巻いて、向きを変えたらもう一巻きしていきます。はい、じゃあこの後ね、生地を休ませていきます。乾燥しないようにラップをかけて10分休ませていきましょう。生地を休ませている間にエンゼル型にバターを塗っていきます。内側に塗るのも忘れないようにしてくださいね。型のサイズはね、15センチです。はい、じゃあ成形をしていきます。テーブルに打ち粉をしたら、とじ目をね、上にして生地を置いて、綿棒で四角く伸ばしていきます。だいたいね、15センチぐらい伸ばしてもらうといいかな。厚さを揃えてくださいね。はい、そしたらね、スケッパーで切り込みを入れていきます。まず真ん中に1本、その間にね、2本入れていきます。はい、反対側も入れていきますよ。さらにその間に2本ずつ入れていきましょう。テーブルにスケッパーをね、押し付けるような感じでね、確実にカットしていきましょうね。カット漏れがあるとね、このね、毛糸の模様が綺麗に見えませんのでね、ここは丁寧にカットしていきましょう。できたら太さも揃えてあげるとね、出来上がり綺麗ですね。はい、そしたらね、ここにあんこを乗せていきます。私はね、今回粒あんを使っています。こしあんだとね、
ちょっと緩い感じがして巻きにくいかもしれませんので、粒あんを使っていきました。はい、じゃあ手前からね、くるくる巻いていきましょう。はい。一巻きできました。同じように残りもやっていきますよ。はい、綿棒で15センチぐらいに伸ばしていきます。切り込み入れていきます。真ん中1本で、この時ね、私2本入れてますが、1本でもいいです。わかるかな。もう一回説明してみますね。あまりね、細かくするの大変だなって思われましたら、真ん中に1本入れた後に2本ね入れてますが、それを1本に変えてもいいです。18等分じゃなくって12等分に変わります。その方がね、もしかしたらね、毛糸の模様がはっきり出るかもしれません。あんこを乗せていきます。カスタードでもいいですしね、いろいろね、応用効くと思いますのでね、楽しんでください。これね、何も入れないでね、そのままね、くるくる巻いてもらってもいいですよ。リンゴ煮たやつなんかも美味しそうですよね。はい、ここはね、ゆるく巻いていきます。くるるくる。でね、型に入れていきましょう。巻き終わりを下にして入れていきます。均等に入れていきましょう。そしたらね、こちらですが、35度の発酵機で30分発酵させていきます。発酵機能があるものをお持ちでない人は室温で発酵させていきましょう。乾燥しないようにね、上にラップをしてください。目指すところはこの毛糸です。なってるかな。はい、最終発酵完了しました。こんな感じに膨らんでいます。生地のね、てっぺんが型から出るか出ないかぐらいまで発酵させてください。これが目安です。じゃあね、焼いていきます。特に何もせずそのまま焼いていきましょう。180度で15分ぐらい焼いていきます。楽しみですね。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、焼き上がりました。どんな風に焼けてますかね。じゃあ型から出していきます。型をね、叩いてください。そしたらひっくり返して出していきます。綺麗に焼けてますね。模様がしっかり出ています。カットするとこんな感じです。あんこがね、生地の真ん中に来てますね。これを目指して作っていきましょう。皆さんも楽しみながら作ってください。ではまた。